今日は夏のキラキラメイクにチャレンジします。お願いしまはい、す。こう夏っぽい色味とツヤ感を大事にしていきたいんですけど、ポイントは最後に説明したいと思います。はーい、夏っぽい。夏っぽ夏いっぽい色合い色と味。素肌感。素肌感。楽しみです。最初に肌作っていきます。はーい。ブルー系のそうですね、ちょっとこう透明感を下地。出していきたいと思います。もう夏近づいてきましたね。だんだん。ね、やっぱ夏っていうとね、やっぱツヤ感が大事かなと。だけど、まあ、汗もかくので、ツヤ感を大事にしながら崩れないメイクっていうのがやっぱり大事かなと思い確まかす。に夏はね。やっぱそこが一番気になりますもんね。ねえ、なんかやっぱりツヤ感欲しいけど、なんかこうメイクして2、3時間後にはこれツヤなの？それとも油なの？みたいな 感じになっちゃうことありますよね。人によって電車とかでもこれはツヤなのか何なのかみたいな。なのでやっぱり何て言うんですかね、内から出るツヤ感っていうので、まあ、インナーケアみたいなのももちろん大事かなとは思うんですけど、それはねメイクでもやれるところまでやるって感じですかね。夏だったらなんかツヤ感メイクの方がやりやすいのかな。お今言ってください。まあ、夏感が出ますよね。こうなんかギラッとした夏の太陽にやっぱツヤがあると映えますし、あとラメとかもね、やっぱ使いやすくなってくると思うんで、夏は確かこのに辺りがすごい映えるかなと。夏はやっぱラメ使いたいですよね。ね、使いたくな太陽りでまキすラよキラみね。たいな。ね、フェスとかも行きますしね。ああ、フェスか。ああまり行かないですか？んまり行かないですね。私も行ったことないんですけど。行ったこと、ちょっと待って、笑っちゃった。その流れでさ、絶対行ってる人の言い方だったでしょ。ことはない裏け打ちど、がすごい。でもその ね、そのメイクとしてね、もう夏っ行ったぽこといないですね。ないですね。インドアなんでね、外に出るの嫌いなんでね。毎年行く人もいますしね。ねえ、すごいよ富士とかね。ね、フジロック。すごいよね、あの準備が。いや、なんか人の見てると楽しそうだなと思うけど、そもそも人混み無理なんいや、もうほぼ人混みですよね。でね。楽しそうだけど。ねえ、ゴールデンウィークとか、なんだっけ、アクアラインに乗れなすぎて。怖い。アクアラインってわかる？あの車、まあ、乗れ海なほすたぎるて、のあるね。そう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 、本当すごいね。ゴールデンウィークなめてた、びっくり今し回た。のゴールデンウィークです。そう、びっくりした、こんなに人っているんだって。いますよ、ゆみさん。人はいます。ね、普段はほら出歩かないからこんないるんだなと。確かにメイクのお仕事でもやっぱりちょっとラッシュとは時間がずれてたりするんですかね、移動の時。まあそうですね、集合時間とかにもよりますけど。で、え、イエさん、パフ選びってどういう基準で選何でもいい。びます？何でもいいんだ。もうなんかさ、丸いこういうあ、タイプそう、なんのか人水にと、そうそうやるタイカットプ。タイプの人といるじゃないカッですトか。タイプは良さは私よくわかんないけど、まあ、筆とね、やっぱなんだっけ、筆とスポンジどっち派かっていうのは分かれるかなと思うんですけど、ただただ私が多分ね、筆を使いこなせないっていうだけ。筆も多分いいやつはいいのかなと思うんですけど、だから今のところ使ってみて、なんか筆すごいやっぱ綺麗になると思う。なんか私の腕の問題もあるけどって思ったことがないから使ってない。ただもうこの水含んでるやつで、もうひたすらやっぱ毛穴に入れ込んでいく、でこうなじませていくっていうのがやっぱこの崩れないことの必須。なんかこう薄く重ねるとか言いますよあ、ね、そうそうファンデーそうションそとかも。うそうそうそう。ファンデーションはそもそも私はだけど、この顔の
なんていうかな、トーンの補正でしかないと思っていて、うん、色味補正っていうのかな、うん、鼻伸ばしてください、こう赤いところとかは、まあ、それはコントロールカラーでもやるけど、うん、ある程度はそうそう色味の補正でしかなくて、うん、上向いてください。そっから、まあ、なんていうんですか、気になるところはやっぱコンシーラーで薄く重ねていく、うん、そうファンデーションはなるべく薄く、うん、っていうのが後々こう崩れない秘訣かなと。マーさんはアラがないから、でこっからアラがある人っていうか、うん、気になる人とか、あのシミがある、うん、ニキビがあるとかっていう人はこっから補正していきますけど、マー、うん、さんはねもうほぼほぼ何もしなくていいかなっていう感じ。筆って結構、うん、なんだろう、シミとか、うん、そういうのきれいに消えるのかな、なんかペターってこう、うん、陶器肌みたいな。筆は毛穴の中により入っていくから、うん、こうくるくるしていくのに、だからなんだろう、そういう粗っていうよりは、うん、毛穴レスになるっていうイメージかな。なるほど。私も自分で自宅でメイクするときやっぱスポンジでやることが多い、うん、まあ、やっぱスポンジの方が誰でも綺麗にできるよね、うん、とは思う。なるほど。だからメイクさんとかはねこう、うん、自分に合ってるものとか使い慣れてるみたいなものがあるからできるけど、やっぱ一般の方は筆よりも、あと筆毎日毎回洗うの大変じゃん、うん、道具っていうのは、うん、あのパフもだし、うん、スポンジもだけど、やっぱり洗その都度洗った方がいいので、うんうん、雑菌がね増えるから、それが肌荒れの原因になったりもするので、ってなった時に筆よりやっぱりスポンジの方が洗いやすいよね。確かに。筆の洗うやつ、うん、私も買ったんですけど、あの、うん、ドライタイプ買ったのかな。うんうんうん。見てください。何が正しいのかも分かんなくて。うん、なんかさあのパウダー系のさチークとかさ、うん、する系のさ筆はさ、うん、そういうのでもいいと思うんだけどさ、うん、やっぱりファンデーションを使ってると油分が多いので、うんうん、やっぱりそういう油分が入ってるもので洗った方がいいので、うんうん、で後からハイライト足すんですけど、今日はこう夏の汗かいてる感じ、うん、なんか内側からのツヤっと感が欲しいので、うん、最初にちょっとハイライトを仕込んできます。この練りタイプのものを仕込みます、うん、でこの練りタイプのものはこうよれやすいので、目元とかに使っちゃうとちょっとよれちゃうので、目元は、はい、あのパウダーと練りが合わさってる感じの、うん、3のあれですね。あ、そうですそうです。私も使ってます。みんな大好き3さんね。で私は目も目つぶってください、うん、これで茶色い方ってなんか余りません？余ります。本当にそれ、これをちょっと下地代わりに使っちゃいます。今日は夏っぽい感じを出したいので、うん、この茶色い方をチークがのせるところにちょっと影になるように入れときます。でここに後からよれないようにパウダーをするんですけど、うん、最初に色味とかこう練り系を混ぜておくと内側から発色した感じになるので、うん、ツヤメイクしたい時とかはパウダーの前に一回仕込んどくといいですね。これは RMK のスプラッシュカラーブラッシュ。へー、それこれはチークです。チークなんですけど、私はリップでも使っちゃうんですけど、うん、ちょっとマットめにしたい時とか、うん、リップの下地色に入れたい時とかでもチークですね。へー、そんなグラスっぽい見た目のチークあるんですね。そうそうそう、かわいいですよね、うん、
これでちょっと血色を出しておきます。うーん、でパウダーを仕込むっていう感じですね。パウダーはローラーメルシェの一番ですね。パウダーのつけ方っていつも悩むんですよね。パウダーはもうたっぷりスポンジにまずつけて、うんうん、たっぷりつけたらあのスポンジの中にこうやってクシュ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 ってやって、うん、スポンジの中にパウダーをまず入れます、うん、そしたらもう足さなくていいです。中に入ってるの で、そしたらまず私はですけど眉毛からやります。眉毛がこう消えちゃう人、うん、ママさんはしっかり眉毛があるから大丈夫ですけど、うん、こう夕方とかに眉毛がなくなってる人とかってまずこれができてない、うん、やっぱ最初 あのファンデーションとかが残ってる状態でむき出しの状態で描いても、うん、うまく描けないですし、うん、後々すぐよれちゃうんですよね。うん、しっかり眉毛に塗ることで、あとやっぱりよれやすい目、よれやすいところから塗っていくって感じですね。上向いてください。でこことかもクマ消したりとかしてるので、うん、いっぱい重ねてるとこっていうのはよれやすくなるので塗っていきます。で鼻ですね。で口元もここにくま、あとくすみ消しをしているので、うん、このコンシーラーがよれないように、うん、あとはだいたいよれないのでふわっとだけ押さえてあげて、あとこの生え際ですね。夏特に汗かくのでここがこうペタンってなってきちゃうので、うん、ことをやったら今度は逆に余分な粉を筆で落とします。でちょっと肌を磨いてあげる感じ、うん、でやるだけで、うん、なるほど。今日は夏っぽくしたいんですけど、カラーメイクするときに、うん、上手な人は全然最初からカラー入れてもらって大丈夫なんですけど、うん、やっぱあのカラーを取り入れるのってちょっと勇気いりません？いります。やっぱベージュとかピンクとかになっちゃいます、ね、ですよね。そういう時は最初にベージュとかブラウン系で骨格だけ作っていきます、うん、見つめてください。骨格だけ作ってそこに色を足していくっていう方が、あとはまあオレンジ系とかね、ママさんはちょっとブルベさんなので、うん、ベージュピンク、ピン、ピンクとか、うん、そういう薄い肌なじみのいい色とかで最初骨格作ってもらってやるとやりやすいかなと思います。うん、骨格の作る時のコツみたいなのあるんですか？このラインは入れて、このラインには入れて、あ、目つぶってもらうと分かるんですけど、ここにへこみあるの分かります、うん、これ眼球がここにあるんですけど、うん、基本的にはこう下がってるところにブラウンを入れて、うん、こう出てるところには明るい色を入れていくっていう風にすると、うん、こう凹凸ができてくるので、特にアジア人は凹凸があんまりないので、うんうん、そういうところでまず最初に骨格を出してあげるっていうんですかね、うん、でやっていくとやっぱあの海外の方の方が、うん、まあ、海外って言うと一括りにするとあれですけど、欧米人の方ってメイクが映えるのはやっぱ骨格が出てるから、うん、どんな色塗っても映えるっていうのがあると思うので、最初にそれを、まあ、海外、あ、ごめんなさい、欧米の方とか出す必要はない、出てないですし、うん、やる必要はないんですけど、うん、ちょっと近づけてあげるって感じですかね。もちろんね、アジア人とかにはアジア人の良さがあるはあるんですけど、うん、メイク映えっていう観点で言うと、うん、上向いてください。そういう風な方が映えはしますよね、うんうん。やっぱメイクは塗ることばっかりだから影作んないとのっぺりしちゃいますよね。そうなんですよ
色を塗っていくことも大事なんですけど、うん、まずどういう顔立ちかっていうところですよね、うん、で濃い茶色を塗っていきます、うん、見つめてください。なので別に難しくな考えず、うん、なんですかね、普段メイクをしてもらった後にやるって感じですかね、うん、カラーメイクするなら、うん、どのあたりに入れるのが初心者だとおすすめですか？目尻だけ、アイラインだけカラーの色入れるとか、うん、ちょっと後々出てくるんですけど、クッション式の、あのシャドウとかを目尻だけ足してもらうとか、うん、そういう楽しみ方がやりやすいかな、うん、あとなんかマスカラとかも今色付きのとか出てたりとかするので、そういうのとか使いやすいかなと思います。なるほど、焼けてください。でこれ今骨格をこうバッて出したので、うん、そしたら色を入れていきます、はい、で今日は、ブルー系のお洋服着ていらっしゃるんですけど、うん、ブルーを入れるとなんかこうブルーブルーみたいな感じになっちゃうので、うん、同じ系統の緑で仕上げていきます、うん、このパール感のある緑と、うん、この原色の緑と合わせてあげて、こっちを薄めてあげます。うん、綺麗。それを目尻だけ出していきます。で、これをグラデーションで前にも持ってくると、目尻は緑が濃く残るんですけど、うん、目頭の方はこのパール感が残るので、うん、綺麗なグラデーションになります。この色を作ってあげたら、最初に目尻を足してあげる。こっち。で、もう一回このパールだけ、うん、目頭から中に入れていきます。うん。反対もやっていきます。はい、焼けてください。ただ今日は夏っぽいカラーということで、うん、シルバーの RMK のスプラッシュアイカラー5番の、うん、ちょっとクレヨンタイプなんですけど、ちょっとアイラインにもなるし、伸ばせばシャドウにもなるみたいなやつですね。これを目開けてください、うん、この二重幅にちょっとやりたいです。目つぶってください。目を開けてください。目を開けてください。開けてください。開けるとそんなに分かんないんですけど、つぶるとちょっと緑とのグラデーションがなるように入れたいと思います。アイラインでね、うん、ここに入れるの一時流行ったじゃないですか。うんうんうん、ここにカラーの、そうそう、白のね。
なんかそれでも可愛いんですけど、うん、それだとちょっとこう若しいというか、うんうん、わかる主張がちょっと激しくなるので、うん、でもう一回緑足してもらって馴染むようにします。うん、素人の人がやるとやっぱこの馴染ませをおろそかにしちゃいがちですよね。あ、そうかもしれないですね。結構今やってもらって丁寧にやってるんだなと思ってそしたらこれ今のシルバーとに近いんですけど、うん、もうちょっとこう緑っぽいやつをこっち、下まぶたにこれと同じ緑をやると感触が全部顔についてるとすごい顔色が悪くなっちゃうんですよ、うん、特に濃い色だと、うん、なので緑なんですけど、ちょっとこうシルバーとも近い感じのやつを下まぶたに入れていきます。熱帯魚みたい。あー確かにね、かわいいかわいいですよね、うん、かわいい。でもこれも筆で馴染ませていきます。フーミーのこのクレヨンタイプはすごい馴染みがいいので、うん、ラインで使いたいときはあまりぼかさないでやった方が可愛いですね。でも主張をあんまりしたくないときはちゃんと筆でも指でもいいんですけど、あんまり馴染ませてあげるとちゃんと柔らかいので、上の RMK は本当にクレヨンみたいな感じで、そんなに馴染まないタイプなので、本当に線として使うっていう感じですね。そしたらラメ感をもうちょっと出していきます、うん、夏なので、うんうん、で、緑系なんですけど、うん、入るようにちょっと大きめのピンクのラメを使います。はい、本当にこれは点で置く感じで、このさっき言ってた凹凸の目の一番出てるとこだけで大丈夫です。うん、かけてください。はい、じゃあこれと同じ色を目頭につけていきます。これだけでだいぶ夏っぽい、うん、じゃあアイライン塗っていきます。黒でもいいんですけど、うん、黒だとちょっと強くなりすぎちゃうので、うんうんうん、今日はカーキで塗っていきたいと思います、うん、メイビリンです。ベーベリンは、うん、すぐなくなっちゃうんですけど、うん、でもすごい描きやすいです。うん、やめてください。でもすぐなくなっちゃう2回言う持ちはね、うん、あ、良くないけど、でも描きやすさとの色合いが、うん、カーキっていろんなところからブランド出てるんですけど、うん、なんかこのメイベリンのカーキと同じような色ってどこにもなくて、だからなくなっちゃうけど、もうこれしかないからこの色が、結局買っちゃう欲しくなってきたあの黒でもなくて、うん、カーキってほどカーキでもなくてみたいな。黒だとちょっと強いな、でも茶色だとちょっと弱いな、うん、みたいな時、うん、でもグレーだとちょっとクールになりすぎちゃうみたいな時にすごくいい、けどすぐなくなる、
体感どれくらいでなくなっちゃうんですか？1ヶ月1ヶ月早い。それは1ヶ月かな。私はほらメイクで使うから、 あれだけど毎日そこか、で毎日使うってなったでしょうか、うん、でアイラインぼかしてきます。あくまで今日はシャドウがメインなので、うん、なるべくアイラインの存在感が残らないようにぼかします。うん、目を見てください。で、このアイラインぼかした残りでちょっと下の影を作ってきます。夏はちょっとこう明るくしたいので、うん、眉マスカラで眉毛をちょっと明るくしていきます。はい、ヘビーローテーションの眉マスカラです。眉マスカラは基本、うん、毛流れと反対方向に塗って、うん、で毛流れを揃えていくっていう感じですね。そうすると上下で塗れるので、うん、ではみ出たところをコームでペッペッペッと取ります。コンシーラーで眉を縁取ります、うん、そうするとまたさっきみたいに骨格がパッと出てくるので眉毛が綺麗に見えます。うん、眉メイク苦手な人は、うん、これだけやるだけでも全然印象変わりますね。今描いたところドラだけです。これだけで眉尻がなんていうんですかね、うん、はっきりするんでしょうね。うん、眉尻がボケてるとちょっと田舎臭い感じになっちゃうので、うん、これだけでもイメージは変わります。そしたらリップを塗っていきます。リップさっきここに塗ったチーク、うん、パウダーチークで一回ベースを作っていきます。まあこれは夏に限らずですけど、リップは3回塗ってもらって、で3回ティッシュオフしてもらうと落ちなくなるので、うんうん、どんな時もですけど。そしたら3の、お、青みピンク、かわいい、うん、3ですこれを今縁だったところをちょっとグラデーションになるように全体にちょっとだけ塗っていきます。軽くだけ押さえます。中の赤っぽいやつを、なんか韓国のブランドですか？そうです、そうです。この内側だけ出てきます。じわっと、そうですね。内側から出るか。そうですね。
内側だけだったらリップブラシで、うん、ちょっと側にぼかしていきます。じゃあチークを塗っていきます。はい、はい、目とリップが結構色味がついてるので、うん、で最初にもうあのチーク仕込んであるので、うんうん、本当に触れるぐらいで全体的をなじませる色味つながるように、うん、このリップとアイメイクが今回結構違う色を使ってるのでそこをつなげる架け橋的な役割で、うん、なのでリップ結構赤っぽい感じなんですけど、うん、アイメイクは緑じゃないですか、うん、だからなんかちょっと青みと、うん、赤みを混ぜた色、中間でつなげていきます。最初につけた練りのハイライトをもう一回出していきます。本当にちょっとだけ。太陽が当たった時にちょっとだけ光るぐらいで。で練りはよれやすいので練りをつけた後は絶対軽くなじませてください。こういう部分も忘れてしまいそう。最後にリップのところにハイライトを出します。でもう一回なじませます。はい、これでメイクは完成です。ヘア作ってきます。もうアホ毛スティックみたいなの今いっぱいあるじゃないですか、うんうんうん、正直どれがいいのか全然わからないです。でもさ、うん、どれでもいいと思うんだよね。なりやすければ確かに。でもみんなそれぞれ良さを歌ってるじゃないですか、うん、でもなんかそうやって書かれるとどれ選んだらいいかわかんなくなっちゃう、うん、どれでもいいと。どれでもいい。塗りやすければそう、塗りやすければいい。ロフトとか行ったらテスターがいっぱいあるじゃないですか。確かに。で塗りやすいのどれだろうと思ってこうやって開けて出してみるんですよ、うん、でも全部同じなんですよ。確かに。私は今さスティックの方あんじゃん、うんうん、こういうんじゃなくてさ、うんうん、スティックマスカラタイプのやつ、うんうん、あ、そう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 、あれをさどれにしようかずっと悩んでた。その話をしてるんですよ。あ、その話か。うん、完成したので見てください。はい。おー、すごい、髪の毛めっちゃ可愛い。可愛いですか。え、すごい。もうなんかやっぱ夏キラキラ大人メイクが今日テーマなんですが、目が可愛い。なんかこうラメとかいっぱい使って夏っぽくしたいけど、うん、こうあんまり足していくとこうギャルっぽくなるというか、うん、年相応、マオさんが老けてるって言いたいわけじゃない。うん、年相応じゃなくなるじゃなくて、うん、若作りしてるみたいになっちゃうので、うん、なんか大人っぽさも残しながら、うん、ラメもカラーメイクも楽しめたらいいなと思って、本当だ。今日こういう感じにしてみました。色がめちゃくちゃ綺麗。お洋服にも合わせてくださったんですもんね、はい、ちょっとブルーな色味に、はい、へえ。ちょっとこう光が入ると、うん、ツヤ感が出る肌質でもこうベタベタ感はない感じの、うん、サラッとしたところはサラッとしてて、うん、凹凸が出るところはキラッてする感じが夏っぽいかなと。すごい、リップの色もナチュラルですね、うん、なんか赤すぎない感じで。アイメイクがコテコテしてる時は、うん、なるべく他のところの色味を抑える方が、うん、派手すぎないかなと。なるほどなるほどなるほど。へえ。目元が繊細だ。本当にすごい。ありがとうございました。ありがとうございます。